でも助かったからお祝いする。そうしよう。ユキソリザムービー上映祭りだ。早く帰ろう。ユニコーン。わまだまだ続くよ。あっち行ってユニコーン。ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。父さんはポセイドン。海の神だ。神と人間の子供バシー・ジャクソン。水がお前に力を与える。彼には特別な力が。君の身が危ない。稲妻を盗んだと思われてる。俺は盗んでない。消えた稲妻によって運命が動き出す。オリンポスの神々は分裂して世界で戦いが始まる。すぐに行かなくちゃ。世界を救うため。これは罠だ。稲妻を取り返し。稲妻を渡せ。お前は特別なんだ。神秘の力を解き放て。よかった。俺はポセイドンの息子だ。パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々。21日月曜日夜9時。ディズニーチャンネルムービー。毎週土曜日朝11時は愉快な動物の姿が楽しめるディズニーチャンネルアニマルワールド。3月は思わず笑っちゃう動物たちが大集合。ここだけの貴重映像が満載。水くれ。どこまでも走るぜ。よいしょっと。ちょっと回りすぎじゃない？大丈夫？集まれ面白アニマル映像特別版。3月の毎週土曜日朝11時、ディズニーチャンネルアニマルワールドで。彼らはカメデ忍者のスーパーヒーロー、タートルズ。俺たち4人に任せとけ。レオナルド、ドナテロ、ラファエロ、ミケランジェロ。無駄に登場だけかっこいい。4人揃えば最強。かかってこい。さあノリノリで世界を救いに来て。やめろ。1週間も外出禁止。ミュータントタートルズ、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。またまた始まるよ。あっち行ってユニコーン。ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。25日からいよいよ。シュレカ、あなた最高。毎週金曜日に新エピソードがやってくる。船の家でジュレカの誕生日パーティー。みんなで楽しいパーティー。誕生日おめでとうのはずが。みんな船を降りて早く。行けクロコデュエル。ミラキュラスを奪え。絶体絶命の大ピンチに。虎のミラキュラスをあなたに。新たなヒーローが登場。ロアストライプスオン。やるじゃん。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール新エピソード。25日金曜日夕方5時30分ディズニーチャンネル。ヘイイッツミラクルタイムで。グロリアが夢を叶える時が来た。19日の土曜日はビッグシティグリーンのグロリアを大特集。お届けです。いいぞグロリア。スタートは夕方5時。お前らはクビ。まずは4話連続で。ダメ。グロリアのお店がなくなるエピソードなどを振り返ろう。そして夜7時からは2話連続の新エピソード。ここが私のカフェ。ついにグロリアが自分のカフェをオープン。ところがとんでもない秘密が。うわっ、幽霊カフェ。ビッグシティグリーン新作サタデー。19日夕方5時から3時間。ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。俺様はティガー、世界一のトラ、弾む体に陽気なティガー。誰か一緒に飛び跳ねないか。世界一のトーマーは俺。僕たちがティガーみたいに飛び跳ねるのは無理なんだよ。ティガーにもどこかに家族がいるでしょ。どこかに俺の家族がいる。一人ぼっちのティガー、みんなでティガーを励まさなきゃ。そうやってティガーになろう。ティガーになろう。みんなで俺の家族からだよ。遊びに来るって。みんな君が喜ぶと思って。ティガーの家族の木はな、絶対どこかにあるんだから。ティ
ティガームービープーさんの贈り物、19日土曜日夜8時ディズニーチャンネルムービー。またまた始まるよ、ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。父さんが怒ってるのは僕のせいだ。あの本を見つけるまで許してもらえない。忘れたのか、お前外出禁止なんだぞ。アドリアンはね、シャノワールは違うだろ。フラッグクローアウト。そんな